こんにちは。今回ね、情報倉庫なんですけども、この帽子見てください。ジョジョの奇妙な冒険。ネットフリックスでアニメが第6部始まったんですよ。いや、プッチ神父との戦い、楽しみですね。濃い、プッチ神父みたいなね、そんなラストシーンが思いをよぎるわけですけども、このネットフリックスね、やっぱ高いんですよ。ネットフリックスの動画配信だけじゃなくて、TVer とかね、Amazon プライムとか契約してるもんですから、これ以上増やすとね、 ただからテレビ放送だけで毎月1万円くらい使っちゃうことになるんで、なるべく安く済ませたいじゃないですか。今回はネットフリックスを安く見る方法です。えっ、ー、とね、だいたい半額以下で見ることができます。まあそういうのを利用しないと、私みたいなね、コンテンツばっかり見てる、有料コンテンツばっかり追い求めてる人間には支払いきついですよ、毎月なんで。ですんで、今回は半額以下でネットフリックスを契約する方法。もちろん、超合法で大手を振って使える方法です。 こちらの方をご覧いただきたいと思いますので、もしね、私のメンバーシップに参加された方は、この情報流れますけども、まだ入ってない方はね、今回 Netflix のこの半額以下で契約する方法を見るだけでも390円払う価値があると思いますので、ぜひご参加ください。Netflix、見たいですよね。半額以下。お得ですよ、これは。高いですからね、今ね。今1490円ですか。ね。 1490円毎月払ってネットフリックスを見るかそれとも半額以下で見るかあなた次第それじゃ。